北口ホーム、穂積駅は、岐阜県瑞穂市別府にある、東海旅客鉄道、日本貨物鉄道東海道本線の駅である。駅番号は CA76。瑞穂市で唯一の JR の駅であり、同市の代表駅である。運行形態の詳細は、東海道線を参照。島式ホーム一面に線を有する高架駅である。駅は、盛土状に作られている。ホームのある本線の他に、その外側に一本ずつホームの内覆本線がある。この対比線は、回送列車や貨物列車の旅客列車対比に使われている。また、上り覆本線から電化されていない側線一本がある。この側線は、貨物の取り扱いがあった頃は電化されていた。駅長は配置されない、駅員配置駅であり、岐阜駅が当駅を管理する。高架下の駅舎内部には JR 全線切符売り場などが置かれている。自動改札機が設置されており、TOICA及び提携 IC カードが利用できる。現在は臨時車扱い貨物のみを取り扱っており、貨物列車の発着がない。駅南西に日本石油穂積輸送所があり、そこへ続く専用線が1997年頃まで存在していた。専用線には、塩見町駅発送の石油が到着していた。またそれ以前は駅東にある採石工場まで続く専用線も存在あり、現在もその名残がわずかに残っている。2019年度の1日平均乗車人員は9343人である。近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り。駅前広場が整備されており、駅南側にはバスロータリー、北側にはタクシー乗り場や公衆トイレなどが整備されている。駅北側は一部に私有地が残っている関係で、整備が未完となっている。砂俣城岐阜バス名阪、近鉄バス瑞穂バス。ありがとうございます。